おっと、やっちまったか。お友達なんて置いてさっさと逃げればいいもの。こりゃ血を吸っても意味ねえな。人間はな、俺たちと違ってこれぐらいでも死ぬんだよ。そんな、たく、これだからガキは。俺はもう行くぜ。そこの二人は重ねておいておけば、喧嘩して互いにぶっ倒れたように見えんだろ。なんせ最近の秋葉原はやたらと物騒だからな。俺たちのおかげで。じゃあな。ごめん、私たちのせいで。せっかく君はまだ生きてる。人間なら死ぬけれど、私たちならよし。刃物は何かないか、歯で唇を切るしか。ぽつりで聞いた話だと、この辺の路地裏なんだけどな。それって信用できる情報なの？多分例の人が消息を絶ったのがこの辺りだから、それを追跡したはず。やっぱり一人で行かせたのはまずかったかな。大丈夫でしょ。いくら物騒になったって言っても、秋葉原は秋葉原だ。俺たちには庭も同然ですよ。しかし、あまり夜遅くに出歩くのは。彼が探しているご友人も消息を絶ったのは確か夜だったはずです。ミイラ取りがミイラにってこともあり得るということか。そうならないために俺たち秋葉原自警団の4人がこうしてあいつを探しに。ここまでか。これで謝罪にはならないとは思うけど。倒れてるのは今の女は。それより彼の傷を。血がこんなに。あれ、そんなに外傷は。傷が治って、まさか。こっちの人が倒れてる。かなりヤバい感じ。とりあえず救急車を。その必要はありません。誰だよ。彼の身柄はこちらで預からせていただきます。なるほど、確かにこれは波ではないな。そう身構えるな、楽にしろ。少し話をしよう。私は瀬島隆二。我々は国内情報調査機構という組織のものだ。通称は何だったかな。ナショナルインテリジェンス&
リサーチオーガニゼーションからイニシャルを取って通称ナイロと呼ばれます。ああそうだった、確かそんな名だったな。瀬島さん構わんだろ。ちなみに彼女は御堂里子、私の部下だ。一般には公開されていない組織だ。まあ日本を守るための特殊任務を帯びた組織だとでも思ってる。さてまず君は今非常に特殊な状況にいることを理解してもらいたい。まあこの状況を考えれば普通ではないことは察してもらえるかと思うが、そんなものは些細なことだ。一番特殊なのは今君の体に起こっている変化の方だ。順を追って説明しよう、それとも最初から本題に入るかね。私としては全てを理解した上で話をしたいと思っているんだが、どうする？そうか。昨夜私の部下がとある男を追跡している時に君は現れた。覚えているかね、あの暗い路地裏を。ならばそこで男に襲われ君は重傷を負ったのも覚えているな。部下によるとほぼ瀕死と呼べる状態だったそうだ。最初はな、怪我を負った後君はある少女から血を飲まされた。それは一時的とはいえ人間を別種の生物へと変態させるとても特殊な血だ。その生物はある大きな問題を抱えてこそいるが、高い身体能力を備え極めて強力な生命力を有している。君は彼女から血を分け与えられ、それに伴いそれらの特性全てを得て傷を回復させたんだ。意味がわからないという顔をしているな。君とて聞いたことがあるんじゃないかね、この秋葉原に流れるある噂を。いやそれじゃない。秋葉原で人を襲い血を吸う人ならぬものない、聞いたことはないかね。そうか、まあいい、この噂は真実だ。そして君が出会ったのがその噂の人ならぬ者たちだ。彼女らは言うなれば妖怪の類。まあ正確にははるか昔から存在する日本の固有種で実在する生物だ。とても人間によく似ているがね、影足と呼ばれている。今こうしている間にも人間を襲い血を吸い続けていることだ。それだけなら大したことはない。蚊が円滑に吸血を行うためにまず特殊な体液を注入するが、彼女らも同じようなことをする。蚊はかゆみを生ずるだけだが、彼女らに吸血された者たちは皆一様に極めて強い倦怠感を抱き、太陽光にさえ過敏に反応する特殊な虚弱体質にされてしまう。簡単に言えば強制的に引きこもりにされてしまうわけさ。何もせずただ無気力に時間が経つのを待つだけの状態だ。しかも長い時間の先に回復したとしても、今の日本の制度からすると社会復帰は難しいだろう。職歴のない若者ならなおさらだ。彼女らはこの作用を利用して血が欲しいわけでもないのに秋葉原で次々と若者を襲っている。引きこもり化計画などというふざけた名前をつけてな。これは将来日本の重要な担い手となる若者を選択的に吸血し引きこもり化させることで、
社会における人材的資源に通打を与え、これにより生まれる働き手の空撃に同胞を送り込むことで、じわじわと人間の社会を影足のものとする。そんな気の長い計画さ。せいぜい80年前後しか生きられん人間には思いつかん計画だよ。これが社会にとって有害であることは疑いようのない事実だ。そこで我々の出番だ。社会的不安を増やさぬためにも、影足の存在そのものを秘匿とし、日々日本のため、人類のために彼女らとの暗闘を続けている。我々は情報調査機構とあるが、建前でね。実際には武力をも行使可能な組織なのだよ。無論目立つ銃等の武器は使えん。主にある特殊技術を用いて死体すら残さずに処理をする。だが先ほども言ったが、彼女らの生命力は強く、身体能力も高い。そこで頼みだ。どのような理由からかは分からんが、君は影足の娘の血を摂取させられた。一時的にだが、これにより君の体は影足化をはじめ、大きな力を得ているわけだ。その力が損耗の激しい我々にとってはとても魅力的なんだよ。わかるだろう。我々ナイロに協力し、影足から秋葉原を守ってはくれないだろうか。無論ただでとは言わない。仕事に見合った報酬は払おう。どうかね。言っただろう。君は今影足の血を得たことで極めて危険な存在になっている。下手に抵抗されると対処が難しい。特にこの時間帯はな。影足には弱点があるんだよ。古来より魑魅魍魎の類が嫌ったもの、太陽光だ。それも紫外線だけではダメだ。本物の太陽光でのみ影足を塵と化せる。君を見つけた御堂も戦闘訓練を積んでいるが、それとて日の光の下でなくては効果がない。それゆえに普段夜間は戦闘を避けています。ですから襲われているあなたを助けることができませんでした。すみません。つまりは君は我々にとって危険な存在なんだ。縛り上げたことは許してもらいたい。それを踏まえた上で再度問う。我々に協力してほしい。もし協力できないというのなら、相応の覚悟をしてもらう。さあどうする。私からもお願いします。ご友人をご覧になったでしょう。あのような被害者が毎日のように続出しているのです。今は我々と関係のある政府組織に報道を抑えさせていますが、実際はかなりの被害者が出ています。どうかお願いします。力を貸してください。はい。スリーサイズ、私のですか。こんな時に何を。冗談ですよね。大体なんで今そんなことを。こいつどうやら本気のようだぞ。なぜこんな性欲旺盛な若者がいるのに日本は少子化になるのだろうな。何真面目に考えてるんですか。さてどうするね。ですがなんで私がそんなことを瀬島さんの前で。まあいいじゃないか。別に服を脱げと言ってるわけじゃない。